もうこんな時間か。金曜に整形して帰ってからほとんど部屋にこもり、泥のように眠って過ごしていた。整形してから約2日半。正直目が腫れすぎて二重の実感がまだ湧かず、じわじわ痛いし、皮膚が引っ張られて違和感が半端ない。会社休んだ3日間で多少マシになったし、ごまかせればいいけど。予定通り、顔面から転んだことにすれば、会社もきっと大丈夫。大丈夫、大丈夫。整形バレ対策だってちゃんと調べたし、それに親だって。あんた、その顔どうしたの？きた！大丈夫。想定内の事態だ。落ち着いて、予定通り言うだけ。顔面から転んじゃってさ。あれ？もしかしてバレた？あんた、本当におっちょこちょいだね。とりあえず、第一関もクリア。バレたら、会社辞めないといけないかな。誰も気づきませんように。おはよう。おはようございます。おはよう。やばい、怖くて入れないわ。脳内シュミレーションは完璧だったんだけどな。あいおちちゃん、その顔どうしたの？眼帯？痛そう。そんなにジロジロ見ないでくる。顔面から転んじゃいまして。心臓の音止まってくれ。え、大丈夫？お大事にね。セーフ。ああ、冷え冷えした。だけど、嘘ついちゃって、なんか悪いな。なあ、キタ君、今日さ。ねえ、キタ君聞いてる？